はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は決闘やっていこうかなと思いまして、今週の特別ルール何もなしというわけでやっていくんですけども、今日使っていくパーティー、こちらというわけで、1枠目メインキャラクター、ソウエリ使っていくんですが、2022年のいつぞやに登場したこいつらというわけで、直撃のソウマ全くもって知らないんで、この二人の関係性よくわかんないんですけども、カップルですかね、おそらく。はい、クリスマス何するんですかね、本当に使っていくんですけども。情報修正しました。はい、特性じゃなくて技レベル上限解放されまして、アホほど強くなりましたね。必殺が 570% で、特殊タイプに 80% のキラーで、攻撃アップランダム2個吸収して3ターン攻撃15 10 15 10アップ、で2ターン9万回復、必殺自動3個変換というわけで、なんじゃこの性能、バグっとるわ。今おそらく現環境最強1枠目になってるんじゃないかなと思う。攻撃バフ6個やから、分割で4分割と、吸収2つで、必殺自動3個変換、ほんで特性でダブルタップとかいうバグったキャラクターが情報修正で爆誕しとるわ。さあ、というわけでやっていきましょうか。よろしくお願いします。というわけで、アクソサザエが来たというわけで食べていくんですけども、この二人ね、もう今の環境めっちゃ使ってる人多いですよね。やはりこの性能ほんまにやばいな。僕あんまり今回の情報修正は量産レモン以外あんまり注目していなかったんですけども、こいつやばいわ。こいつと、あと、カズキコ。この二人の情報修正、まあまあ、やばいんですよね。まあ、まだ取っていこうかなとは思うんですけども。ここに関しては、まあ、そうですね。先に、まあ、こんな感じでよろしいかな。ぶち込んでいきまして、三つ割りか。これ、上書きされる可能性大やな。これ、二つ割りしとくか。2つ割りしとこう。2つ割りしといて、1つ温存。どうせね、2つ割ったとて3つ自動変換されますんで、だからね、上書きされる心配があったら割ってもいいねんな、ここで。それがね、なかなか心のゆとりがでかい。ほんで9万回復入んのもでかいし、この必殺自動変換のフォーメーション何これ、なトライアングル Z かな、稲妻イレブンやっとんか、ここで言うて。ほんで明石というわけで、バフ買い積まれたんですが関係ないねんな、もうね、こっちはもうバフ買い&バフとかいう鬼がいますんで。そんでこのユナースも友情技めっちゃ強くなりましたよね。ちょっと友情技単体の動画は撮れへんねんな、あんまり。メイン性能が強かったら撮るんですけども、こいつらメイン性能あんまなんでね、こいつらの主役動画はあんまちょっと撮るつもりにはなれないんですけども、まあでも言うて、あれ逆襲なんでワンチャンあるやもしれんな。そんでもってまあまあダメージが入るんですわ。ここなんですけども、あれー、今の見た、ジャマプチ君が仕事しまくっとんねん。最近ジャンプチの実況動画あんま上げてないからね、ジャマプチ君の力がたまりにたまっとんねん。今月はね、申し訳ないわ。ジャンプチ新キャラもう全然登場せへんから、もうパンパレですわね。僕の中でも呪術は最強なんでね。その辺は申し訳ないんですけども。そんでもってここに関しては、はい、4つ割り。何も心配がいらん4つ割りかな。高校取れてるんで、もののごとく、はい、上から行けますんで。で、ラストワーク、エレバスの、朝倉陽なんで、はい、心配はいらないんじゃないかなと思うんですけども、はい、ぶち込んでいきまして、ここはね、先に友情1枚発動して温存です、ここは。割りません。割らずに温存なんで、一つ割りだけします。はい。もののごとく一つ割りだけしていきまして、そんでもって、二つ埋めたらでかいんですけども、埋めねえ。まさかの埋めねえか。
どこ割ってもやな。どこ割ってもか、惜しいな。これは惜しいことをしましたね。これは惜しいこと、惜しいことをしましたわ。これはこれは惜しいことをしましたね。まあしゃあない、これはしゃあないわな、はい、ぶち込んでいきまして、そんでもって、一応無双さん積んできてるんで、このレジゲージアップうまいこと活かしていくっていうパターンにしております。これ2枠目でね、ニカルフィーとかが来たとて、バフ回してガッチリっていう、ムーブにしてますんで、もう耐久耐久ですわ、はい、ほんで2つ割りでこの火力バカですわな。そんでもって回復もアホみたいに入ってまして、ラスワーク、まあ同術イタチと、はい、そういうのが嫌やから僕は、3枠目等々で割りません。はい、2枠目も陸道戦になるとなんでバフ積んでませんわ。ラス枠でバフ回されてもバフ吸収されても関係ないみたいな、分割でアホほどっていう貯蓄貯蓄のムーブで、まあ、やっているんですけども、ここに関してはなんか弱体化入っとる。それなんでな、それそれなんで、そのラス枠弱体化意味が分かんないんですけども、ここに関しては、はい、さっきレジェンド発動せなあかんので、ここニカルフィで貯めていくっていうムーブにしているんですけども、あー今のニジプチ君着地決まっとんな。攻撃バフ回、攻撃バフ回、必殺ダメ回、これですわ、はい、僕最近こんな優秀技にしている。もうラストね、必殺吸収とかいらんねん、どうせ全部回収できるから。ほんで朝倉陽なんで必殺を分厚く割る必要がないねん。そうなったらもうバフ回に全力をもう注いだ方がいいんで、このラスワーク朝倉陽の場合はこういうね、あのバフ回全振りおすすめですわ。どうせ250万オーバー 100% 出ますんで、まあ今日こんな感じで頑張っていくんですけども、やっぱね、ソウエリーとこの2枠目のムーブがかなり強いんですよね。今の環境的に言うと、1枠目ソウエリーで、2枠目カズキコかな。このラインがおそらく今最強ちゃうかなと思う。僕もね、2枠目カズキコさん使いたかったんですけども、情報修正組なんで、カズキコさんで単体動画撮るまでは、一緒に使わないんで、はい、お願いしたい。ただ、次のジャンプ値の動画はおそらくカズキコさんなんで、ここも2つ割りしましょうか。カズキコさんなんで、まあ、次の動画ではソウエリ&カズキコ使ってるんじゃないかなと思うんですが、ブチクソ割っていきまして、おいと、レジェンドも発動しません。ここで発動してもあんま意味ないんで、ラオウか。ラオウのね、情報修正動画もね、まあ、撮らなあかんなとは思ってるんですけどもね、パンパンに圧迫されているんですが、バフ吸収されていきまして、相手は必殺ダメアップ、こっちは攻撃力アップ、はい、偏ったバフにお互い共になっているんですけども、ここでバフ吸収等々されるんで、僕のバフ回等々が意味をなさないという未来は来ないというわけで、なかなか嬉しいんですけども、そんでもってブチ割り、こいつのブチ割りって何かあったっけ？あ、爆弾か。爆弾と、竜巻やったな。関係ございません。関係がないという、そこなんですわな。はい、一切合切必要ないという、そういう状況になってるんですけども、そんでもってここに関しては、ブチンクソ割っていきまして、はい、全割り、お決めになっていきながらの、レジェンドもこれ発動しましょうか。低い順吸収できるんで、これは。はい、ちょっとでも、でかい低いやつを吸収していきたいんで、がっちり。守っていきまして、ダメージいかほどと、なかなか入るね。ガード積んでんのに。んで、攻撃力アップ吸収。ここなんですが、5個。5タップなんですわ。ほぼほぼ5タップ。2枠目で回復せえへんかったら、今の環境、3枠2カルフィ6タップ無理よね。うん。まぁ、HP100%、こと HP100% はほぼほぼ達成できないんじゃないかなと思うんですけども。そんでもってここに関しては、まあ、バフ吸収等々刺さってるんですけども、こっち残ってたバフが全部低いやつなんで、この吸収何も痛くないです。はい。細かいやつが吸収されただけなんで、一見ね、やべって思うんですけども、我に返ったらそんなやばくないなっていう。一回血迷うんですけども、我に返っていこうかなと
思うんですけども、ここに関してあいつさん5個割り、何も心配がいらん5個割りね、はい、そんでもってここなんですが、これはまあ一つ、友情を発していきましてっていうパターンにしましょうかね。はいと、レジぶち込んでいきまして、これはこっちでよろしいかな。2つ割りも別にどうでもよろしいんで、はい、ぶち込んでいきまして、そんでもってレジお発していきながらの、これはねまた全割りしてまう、してまわない、してまわないのか、これは大丈夫か。あ、ギリオッケー、素晴らしい、これですわ、これね、はい、ティキミックで虹プチプロテクト積んでるからこれね、これなんですわ、はい、そんでもって無双さんで2枠目のバフを確定で解除していきまして、はい、このムーブほんまに強い。ほんでレジゲージ 100% アップして、次朝倉陽開幕レジ発して必殺変換、強すぎる、はい、爆弾も意味がないと。なんでラス枠にロジャーおんねんな、あお前には何か幻覚が見えてんのか、5枠目がいるという幻覚が怖いな。ちょっとジャンプチ症候群に陥ってるやんかな、あ4枠で勝てへんから自分だけ5枠目の亡霊が見えている、囚われとんなこいつ、正気を保ってほしいなと思うんですが、6つあり、勝ち確、勝ちが確定しているんですわ、はい、ここで攻撃力アップ必殺ダメアップ、共に2つずつ解除しますんで、はい、あ、2つずつか、うん、解除しますんで、はい、何も心配はや、ぶち込んでいきまして、おいと、そんでもって七子お姉さん超越、別にね必殺吸収つまんでもね超越できんねん、これがほんまにええですわ、はい、ダメージ見ていくんですけども、アイスさんバフ、はい、見る価値なし、こちら側318、もうすでに低いのにもかかわらずまたさらにここでバフ買い積むんで、はい、相手ももぬけの殻なんじゃないかなと思いますね、はい、ちょっと回復していきまして、ダメージ以下ほどというわけで、はい、どんだけ安定した火力入っとんねー、250万オーバーもほぼ格でいくねん、本当になんか総エリを紹介する動画っていうよりかはただただ朝倉陽が強いだけっていうね、そういう意見も飛んできそうな感じするんですけども、2枠目カズキコキチェー使ってるね、カズキコ面白いぐらい使ってるやんか、キコさんをよ、こいつら早く使いたいんですけどね、お前が先に使うな言う話で、これはまあ全割しなくてもええかな、ワンチャン、まあ、残ったらええかな精神でやっていくんですけども、ポイント、はい、まあね、ソエリーレジェンド発動しても、あの虹プチ変換なんで、必殺変換やったらまあ発動していたんですけども、虹プチ変換とまあちょっと回復持ってたかな、まあわかんないですけども、まあ、とりあえず虹プチ変換は持ってないんで、レジェンドは発動しませんわ、はい、これ3つ割りか、3つ割りやったら盤面触ってましたわ、先に言ってほしかったな、宣言してからここに来てほしかったね、3つ割りします言うて、これ上書きされたらゴミなんですけども、ダメージもまあまあ入るんですよね、まあどうでもいいというか、どうせ回復するんで、そんでもってここなんですが、あいーギリセイ、ここのギリセイはでかいね、そんでもってユノアースアンドというムーブ取っていくんですが、これがほんまに強い、この2人だけでバフ回4つやからな、やっぱり必殺変換しながらバフ回4つできんの強すぎる、必殺2個変換バフ回4つ、バカみたいな耐久なんですけども、そんでもってティキミックでまたさらにというムーブ取っていきまして、相手の攻撃バフが焼け野原、永続バフも関係ないというわけで、ザリンを連れてきてないね今回、最近なんか無双悟空友情に積んでる人あんまり見なくなったんで別にええかなって思ったんですけども、今回連れてきたらよかったな、まあ別にどうでもいいというわけで、なんじゃこの盤面、きっしょい盤面しやがってこいつ、やらせかこれな、あこれやらせやろこの盤面な、あなんじゃこれは、まあ、どうせ負けないんですけども、どうせ負けないんで別にいいんですけども、ここに関してはレジをぶち込んでいきまして、
バフ回ギリギリできるな。ギリギリ1枚できるね、必殺ダメアップ。これは高校の強みを見せつけられますね、絶対に、絶対的に。これさ、これ分厚く割っとく？分厚く割っとくかな。割っといてもええねんな、これ分厚く。分厚く割っとこう。分厚く割っといて、これでね、この3つ割るしかねえな、しゃあないな。うん、しゃあない。そんでもって、ぶち込んでいきまして、これレジェンド発動、まあ、どうせ溜まるんでしていきまして、そんでもって無双さんという、はい。もうバフ回しすぎて相手のバフがゼロっていう。これな、はい。あ、レジェンドグランドラインやったか。なんでな。なんでレジェンドグランドラインや、これは。なあ。意味がわかんないんですけども、本当に意味がわかんない。耐久に寄せてレジェンドグランドラインな意味符なんですけども、ラスワーク朝倉よ、これはまあ先行後攻とかはあんま関係ないかな。バフ回めっちゃするんで、ただまあ後攻が強いに越したことはないんですけども、なんだかんだこのニカルフィのバフも解除できるんでいいっちゃいんです。これ12個割りか、12個割り、まさかの。うーわ、12個割り、12個割り、1つ温存。金も、まあ、ダメージは全然食らわないんですけども、ちょっとキモいな。このダメージはちょっとキモいもんがありますね。まあ、ニジプチプロなんで、盤面は事故らないんですけども、これはこのバフ回が刺さっていくね。嬉しいですわ。これで相手攻撃力アップほぼゼロなんで、まあ、ここで吸収されたとしても細かいやつだけなんで別に、なので、攻撃力2枚バフ回してるのはその理由ですね。必殺ダメアップいくら積んでたといえど、攻撃力アップがゴミやったらゴミなんで、何も心配はいらんという状況。アイスさんバフ。もう38やねんな。うん。これ13っていうね。こっち。493。詰めてるね。詰めてますわ。これ、あ、お前はバフ回なんかいな、吸収ちゃうくて。これ吸収されても60なんで、こっち。だから、ほんまに何の心配もいらん。はい。400ぐらいはこっちに残りますんで。ほんで、エレバスの、同士なんで、等倍ですわ。はい。まあ、ダメージでかほど。これはちょっとどうなんでしょうかね。あ、相手エレバス発動してへんやん。残念と。あ、逆襲すごいわ。あれーすーごいダメージ。さあ、というわけでラスト1回やっていくんですけども、いや、また新たに1枠目の新参者が爆誕しましたね。情報修正組で出てくるのはやっぱり嬉しいね。ほんで、この総やりに関しては、決闘の環境で全く見えひんかったから、団結でしか見えひん。イベントでも言うてね、まあ全体バフ持ってるんは優秀なんですけども、まあまあまあっていう感じやったんで悲しかったんですけども、まあやっぱり決闘で使えへんかったのが悲しかったな。決闘忖度のバフ持ってたんですけども、まあ全く使われなかったんでね、これから大忙しになるんじゃないかなと思うんですけども、ここに関してはまさかの2枠目つなりぼ。懐かしいね。2枠目つなりぼはまだ使ってる人おるんや。ほんで、これは、ちょっと、きしょいな。ちょっと、必殺の個数がきしょいな、これは。これはね、レジェンド発動して分厚く割りましょう。レジ発動して分厚く割りして、こんな感じで。はいと。そんで、2枠目陸道戦になるとでレジゲージ 40% アップしますんで、次レジェンド溜まった状態で始まります。はい。ここ上書きされるより分厚く割ってバフ積んだ方が絶対によろしいんで、ここはいい判断したんじゃないかなと思いますわ。はい。そんでもって、ここに関しては、レジェンド溜まって、やっぱりバフ回積んでいない。今、2枠目つなり棒使うんやったらもうバフ回とかする余裕ないからね。これは僕の読みは合ってたんじゃないかなと思うんですけども。はい、割り。
ここで割ったら何の意味もないんですわ。本当にここ割り。つなり棒はね、もうね、使えないんでね。使えないとはっきり言えるんでね。もう卒業してほしいなとは思うんですけども。そうですね。低いやつ。この二人で、低いやつ、破壊しますんで、言うてこの陸道線になるとで吸収できる爆はまあまあでかいんじゃないかなとは思うんですけども。ほいと、言うて結構残っとんな、バフ。この綱での3分割のバフがまあまあでかかったな。まあここでまたさらにバフ回復2つできるんで、でかいんですけども。これは、HP100% 無理やな。はい、無理。余裕に無理なんですわ。余裕ですわ。反流スターというわけでね。そんでここに関しては、吸収されても細かいバフだけなんで、はい、全体的に見たら結構でかいバフは詰めてんねんけど、一つ一つ見たら、集合体なんで、はい、塵も積もれば山となる、はい、集合体恐怖症の人に恐怖心植え付けていくムーブなんで、これはぜひにね、はい、アンチやっていこうかなと思うんですけども、ぶち込んでいきまして5個割り。ラス枠浦原さんの地点でもよくわからへんねんな、この人。もう情報修正待ち遠しいってか。おそらく今年最後の情報修正で浦原さん修正されるんじゃないかなって僕は呼んでるんですけども。5個割り1つ温存。何も心配がいらんというわけで、ここに関しては、そうですね。まあ、ぶち割っていきまして、これどうしよっかな。まあ、レジを外して、盤面触るかどうか。まあ、触るか。盤面触りましょうかね。なんか割れるかどうか。一つ。無理やな。何が何でも無理やな。あ！こうとこうか。えら！今の着地、えら！えら呼吸ですわな、言うて。はい、そりゃね、あんな神ムーブしたらしょうもないこと出るわな、いう話で、はい、バフ回積んでいきまして、ダメージ以下ほどというわけで、ここのダメージカスですわ、カスですわ、以下ほどというわけで、これな、あのニカルフィがこんなしょうもないダメージ、ほんで友情コピー1枚だけかい、絶対ダブコピーしてくる思ったけども、それはそれは、まあ何も心配がいらんというわけで、朝倉よバフ吸収されるんですけども関係がございません。何も関係がございませんですわ。はい、3つあり。価値格というわけで、相手さんこれ 50% ガードかな積んでるんですけども、ガードダメゲン貫通先バフとかいうキッショイ性能を持った新限定。やはり新限定の威厳はね、見せていかんと。はい。初期からいるね、老人さんたちにね、頑張ってもらうのもいいんですけども、やはり若者が強いっていうのをね、今一度世に知らしめていくという、朝倉陽さんですわ。さすがというわけで、はい、レジェぶち込んでいきまして、バフ見ていくんですけども、エアシさんバフ。はい。はい、100。これでまたさらにバフ回積んで、100切りました。はい、ダメージ以下ほどというわけで、何個ありや ?8 個ありかな。はい。超越してるんで、もう余裕ですわ。はい、余裕。逆襲ダメージがゼロでも勝てるに決まっている。